今回はですね、診断が出るためにボックスを大量に開封しているトリッピーが一体全体どうやってポケモンカードを保管しているのか紹介する動画を撮っていきたいと思います。まあね、レアカードとかのコレクションファイルは、まあ、見せたことあるかもしれないんですけれども、今回はあのノーマルカードとか大量にありすぎてみんな、なんか結構買ってる人とかは困ってるんじゃないですか。そういうのをね、どんな感じで保存してるかみたいな見ていきたいと思います。あ、ここ未開封ボックス大量になんか置いてるゾーンだな。まあね、いろんなところにね、ぶっちゃけね、ポケモンカードって僕の家あるんですけれども、正直綺麗に保存してるところはないですよ。見てほら、こんなにぐちゃぐちゃにね、なんかサプライ系が置いてあったりね、あとはこういうなんかボックス系のやつがなぜかこんなところに、まあ未開封のやつだね、置いてあったり、さらにさらにこんな感じに、プレマとか置いてあったりね。このストレージとかも実はカードが入ってるわけじゃなくて、パンパンのね、そのポケモンカードで可愛かった公式のスリーブとかがね、まあこんな感じでね、入ってるわけなんですよ。これは多分違うかな。こっちだけはなんかこういうローダーみたいなのとか、そういう系のウィズディさんのやつとかが入ってたりするわけですね。はい、ということで早速カードを見ていきたいと思います。さあ、ということで、ここは収録部屋ですが、その端っこのここが、ポケモンカードを保管している場所になります。ここにね、全部のポケモンカードがあるわけじゃないんですけれども、ソード&シールド環境のカードはもう大体ここら辺に集まってるみたいな、そんな感じになってますね。ちなみになんだけど、もちろん収録部屋なんでね、こんな感じで親の顔より見たね、あのまあ机があって、まあトリピさんいつもここに座るんで、いつでもね、ソード&シールドのカードは出せるようになってるわけなんですね。ちなみに収録部屋ね、これね、防音カーペットで、これがすごいもうなんかすげえ高い アルミみたいな、柔らかいくっそ重いアルミ防音カーペットが2枚、2、3枚下にあります。まあトリピさん、隣の家はまあトリピさんの家なんで、でここ角部屋なんで、こっち側もう外なんですよ。だから下だけ気をつければいいんで、結構厳重にやってます。まあ防音室とかはないんですけどね。はい、ということで見ていきたいと思いますが、どっから見ようかな。まずノーマルカードから見ようかな。こんな感じでね、はい、あ、これはダブルレア、トリプルレアって書いてる箱やね。とかこんな感じで超タイプ、トータイプ、はい、雷、草とか、まあ2タイプずつぐらい、あるんですけど、これがお察しの通りノーマルカードです。必要なカードとかを取り出すときは、この中から開けて、カードを見るようになります。で、これね、結構すごいのが、これソード&シールドのカードなんですけど、もちろん全部ね、ポケモン順に、全部並べています。これはね、なかなかこんなにドリッピーさんカードを買ってるのに、ここまでやってるんだみたいな感じで、驚かれることが、結構多いっすね。まあ、こんな感じで全てにおいてポケモンカードがね、ナンバリング順、ポケモン順に並んでるので、あんまり探す作業とかはないですね。まあ、ここから探すわけじゃなくて、他にもちょっとノーマルカード必要そうなやつを保存してるボックスとかもあるんで、まあ、そっちから見ることが多いんですけど、なんかもうどうしてもすぐに見つけたいとかなったら、ここのボックスから探すことになります。はい、こんな感じでね、一応ね、こっちが、ソードシールドで、こっちが最新弾みたいな感じなんで、まあ、ここら辺になると割と最近、ここのね、ナンバリング S9 って書いてるんで、あー S10 かとかだったら、ここら辺を見るとね、あ、こんな感じで、あ、もうここで11ですね。スタートデッキら辺とかこんな感じで分かれてるのが、全タイプ、今までのソード&シールドのカード全部、トリッピーさんはあそこで何十本も開封あげるじゃないですか。全部ノーマルも全て並べ替えを行ってるわけなんですよ。だからこんな感じでね、分かりやすくいつでもカードが探せるわけですね。いや、これはね、なかなか褒められると思う。ちなみにこれは4年以上ずっとやってるんで、向こうにね、サン&ムーンのカードもあるんですけど、まあ、サン&ムーンのカードもこんな感じでね、名前順に並んでることが、多いです。はい、ということで、それでドラゴンとかノーマルとかもあるけど、ドラゴンとかめっちゃ少ないですよ。ほら、ドラゴンこんだけしか出てません。これだけですね。はい、ちょっと倒れてるんで、あまり美しくないですけど、こんな感じで全部保存されております。よいしょ。で、ノーマルだね、これが。続きまして、これがダブルレア、トリプルレアです。それがこんだけあるのなかなかやばくない？これ、あ、これね、でもね、たまにね、 GX とかをね、なんかオリパとかで当たったのこっちに放り込んじゃうから、そういうのが入ってる可能性もあるんですけど、これもちゃんと名前順になっております。名前順、これはなんか、順番的にはなんか S から順番ってわけじゃないんですけど、まあ大体タダリンとかほら大量にありますよ。まあ大体こうやって全部揃ってるみたいな、名前順には全部揃ってます。ただ番号順ってわけじゃないです。なんかよく使うカードを前の方に持って行ったりすることもあるんで、こっちが炎やね、
ガオガエンのスタートデッキだったっけみたいな感じから丸いヤクレさんとか大量にあるから、どんだけ丸いヤクレあるねんっていう。すごい、もう丸いやリザードン、あいいね、でブースターとかリザードン VMAX とかね、ここら辺はね、結構あのファイリングしてるものとかも多いんで、ちょっとここには少ないんですけど、まあ、ちょっとありましたね。ここら辺は悪タイプかな。悪タイプとかだったら結構クロバットとかもよく使うんでね、クロバットの場所とかも覚えてるんですけど、あーここら辺だね。こんな感じで無限ダイナめっちゃ多いよ。昔は環境だった無限ダイナ、俺何個デッキできるんだ。無限ダイナデッキ、ダイナ VMAX にクロバットが 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,23,24,25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 ,
初めて出た時1枚3000円ぐらいダブルレアでもしたんで、そん時だとしたらやばいことになってるね。あとはまあこういう感じだね。モルペコとかこういうのはね、スタートデッキにしか出てこないんで少なかったりするんですけど、基本的には全部ねスリーブに、ダブルレアについては全部スリーブに入ってます。ダブルレアはね結構枚数が多くなっちゃうんでちょっと見づらいかもしんないけど、こんな感じのね一番安い透明のスリーブに入ってんだよね全部。これそんな感じで入れてます。で SR 以上からは普通にまあたまにあるけど、こういうスリーブだね、こういうスリーブに入ってます。まあこれはね多分デッキとかで使うかなんかして入れたんだと思う。まあそういうのをそのまま戻す。スリーブのこだわりとかは正直あんまりないんで、カードが傷つかないようにするためにスリーブに入ってるだけです。だからちょっとここら辺はね、もしかしたら A 型の人とかが見るとうわ美しくないって思われてしまうかもしれないが、それについてはちゃんと並び順にはなってるんで、それで許してください。さあそして一番自慢したかった、こちらのストレージになります。この中に入ってるのはエネルギーとかグッズ、サポートとかのトレーナーズ、あとはデッキ、ちょっと高いカードとかを入れてます。これがねエネルギーのところですね。でちなみに、これね、まあ、このさっきのこっちはね Amazon で結構安く買えるんですけど、このデッキケースはお高いです。買い場のストレージ1個だけでまあ1万円ぐらいするトイガーさんのやつですね。これ本郷カナダさんとかが YouTube で紹介してるんでね、それを見るのおすすめです。めちゃくちゃ良さそう。あとは繁盛とかタラチオとか、みんな持ってたんでちょっと買っちゃいました。これこんな感じでね全部そのまま一気にバッて開けれるわけなんですよ。これ超便利じゃない？クソほど便利じゃない？ほらこんな感じでね、ここちょっと入ってるカード少ないけどスタジアムとか、こっち側にサポートとかが入ってて、あとはあまあよくあるメッソンだけは、こっちに入れてます。であとジメレオンとかは、裏工作ジメレオン足りないんでね、よく俺デッキコのジメレオン入れるんでこっちにジメレオン入れてますね。はい。で、インテレオンのクイックシューターとか裏工作とかが入ってるみたいな、そんな感じですね。あと俺が入れてるのはチラーミーとビッパだけです。もう基本これ以外はちゃんと普通の棚から取りますね。でビッパ全然ない。ビッパ41しかもうない。ビッパ結構ねもうデッキに出張してるんで、この後デッキも見せるんですけど、サポートに関してはもうここにねよく使うボスの指令がね大量に入ってるんですよ。ボスの指令とかが入ってて、マリーが来て博士の研究が来て、まぁ、ちょっと使うようなねあの冒険家の発見とかが入ってて、こっからはねもうナンバリング順に入ってます。大人のねさポプラ、オニオン、ダンデ、クララ、セイボリー、シバ、コルニーみたいな感じで、これちょっと触りあの見やすいね。でこのストレージねおすすめなところが、まあ、こんな感じでねこの棚がねどこにでもはまるんで、好きなところでこうやって分けれるんですよ。これはねもうかなり革命が起こったね。タイプ別とかに分けてる人とかだったら結構うわこれずらさないといけないとかあるかもしれないけど、そういうのがなくなるみたいな、そんな感じですね。はい。まあサポートとかも全部入ってます。一番なんかサポートにも一番よく分けるのがグッズだからこだわり抜いておいてますわ。グッズはねこんな感じで、ここにビップパスとクイックボール、あレベルボールも入ってるわ。クイックボールとかレベルボールとかが入ってて、あとはここがハイパーボールだけで、ここにスーパーボールとか、その他のまあボール、スーパーボールだけか、あヘビーボールだけ入ってる、フェザーとかで、もう残りの使わないボールとかはもう全部こっちに置いてんすよ。ここら辺はほぼ触らない。これがモンスターボールとかも使わないだろうって、ドリームボールとか使わないだろうって思って、あとこの辺はもう絶対ほぼほぼ使わないようなグッズ入れてる。でこれが結構ポケモンの道具系で、まあ割と使うようなやつか。ここら辺はね本当にどのデッキ作る時も必要なんで、まあこんな感じでねあのいつでも取れるようにしているわけですね。でここが回収ネットとかクラハンとか友達手帳、普通の釣り竿、ヤマビコホーンとかよく使う、カードだね。たっぷりバケツ、これティア2ぐらい、メタル操作タイプによっては絶対使う、活力のツボとか入ってる。ここはエネルギー系ですね。エネルギー付け替えとかエネルギー回収とかターボパッチとか、まあエネルギーに関するエネクジ、なんだ後出しターボとかエネルギーテンスとかも入ってるけど、ここら辺が入ってるみたいな、そんな感じの、ものでございます。これは、かなりねおすすめですね。これまあ全部揃えようと思ったら、これについても専用のやつなんで6万ぐらい使うかな。このでも1個とかでもいいから4000万とか、あ4000万じゃない、4000枚とかカード入るんで、
1個ぐらいみんなだったら買うのいいかな。ヨッシーさんとかも最近こういう動画上げてたんだけど、ヨッシーさんもこれ使ってましたね。さあ、そして、こっちが、まあ、エネルギーさんですね。これは草、炎とか全部分かれてるみたいな、そんな感じです。で、何よりね、この、ストレージをおすすめする理由がですね、この4つ目なんですよ。こっちからエネルギー、グッズ、サポートで、この4つ目を見てもらうと、なんとここにトリッピーさんの全デッキがそのまま入ってるんです。アップリュー、アップリワンギル、レジキ、アイアンテレア、ドレディア、ピッピループ、ゾロワーク、ウィンディ、マルマイン、今ですね、アルセウス裏工作、レッグーズ、アルセウス悪の裏工作、バッチラゴン、リザードン、ディアルガ、ゲンガ、アーマーガ、ミューブイマックス、無限デル、パルキア、コクバみたいな感じで、で、まあ、ここ、いってーアーマーガーでいっかみたいな感じで、あ、今回はアーマーガーを使いますとやったら、こんな感じで、アーマーガーデッキをね、見せればいいだけという、そういう話なんですね。自慢していく。ちなみになんだけど、この一番上のストレージにはスーパーレア以上のカードが入ってます。まあ、コレクションファイルにないやつなんで基本的には被りなんだけど、それが現状では、こんな感じになってます。例えば、最近だったらこれかな、33万人記念で買った、ウルトラレア系のカード、まだちょっとねコレクションファイルにどっかで入れようかなって思ってるんですけど、まだ入ってなくて、まあ、これがね多分40万円分ぐらいする、ウルトラエネルギーですね。あとは、ここら辺がサポートですね。サポートの SR で全部一応1種類ずつはコレクションファイルに入れてるんで、それ以外の、まあ、ダブリとかかぶりのカード、トリピさんはもちろん1枚もね、の大売りになってないんで全て残ってると、まあここら辺のカードがあるよみたいな。ここなんだ。あ、ここあれだ、動画の企画でスクールガールとか大量に買ったり、あとは、ポケモンごっことか大量に買ったので、それが入ってますね。すごい大量に。で、ここら辺が、HR とかかな？これは。あ、ちょっと昔の入ってるんだけど、昔の HR とかはね、ちょっと別のところに保管してるんで、枚数は少ないけど、多分これは最近、オリパとかで当たった HR を、ちょっともうめんどくさいからこっちに入れちゃってるみたいな。そんな感じっすね。HR、ちゃんとサポートの HR も、ダブってるのはあります。で、これ多分一番後ろがウルトラレアになるかな？ウルトラレアとかもね、なんだかんだでこんな感じでね、シングルで買ったりするやつもあるけど、あ、スペシャルアート版とか、そういう系もありますね。で、なんかこれまあスリーブに普通に全部入ってるんですけど、スリーブじゃないやつもあるんですよ。これがね、アルティメットガードさんのローダーだけど、それもね、こうやってぴったし入るんですよ。これがすごい良くて、ほら、スリーブと、こんな感じのやつに入れてるんですけど、ちょっと最近当たった、お高めのカードとかは全部ここに入っております。まあ結構ね、どれを入れるかとかいうのは適当なんでね、あ、こんなん入ってんだぐらい。あ、これコロコロコミックのやつだね。 あとこれほらガチャガチャで出たやつとか、スタートデッキのとか、これマリー3枚入ってますね。これ全部このマリーはかぶりのマリーなんで、普通には1万コレクションファイルには入れてるけど、こっちにもあるよみたいな。ソニアが、あ、ガララ、これ差し入れ、これ差し入れですみたいな、そんな感じで、ございます。はい、あとは残りはコレクションファイルになりますね。まあ、ここら辺のやつは2ヶ月前の動画でも紹介したんで、まあ、軽く流すけど、これ最近できた、ファイルだからこんな感じで残してるみたいな感じで、キャラクターレアとか、あと25周年のカードナンバリング順に3枚ずつ集めようかなみたいな、そんな感じのファイルとか、見せてなかったのはこういうのかな。これがね、なんか EV ヒーローズのカードだけを揃えて、あとなんか知んないけど、ちょっと後ろに、あ、待って、ここにも人気がいるわ。なんか後ろに気づいたらなんか、ものごっつ高いカードが大量に出てきたんですよ、これ。だから、もしかしたらこれはちょっともう一回ローダーに入れて、あっちの SR 以上のやつに入れるかもしれないね。で、多分これがトリッピーさんの中で、一番やばいファイルだと思うんだけど、これは前ミスだね。前ミスだから。サン&ムーン時代のキャラクタースーパーレアに、あとはサポート全種類、帽子リリー以外の全種類、ちゃんとね、昔飾ってたリリーとかはこっちに、移行してきたんで、まあ、ここら辺がね全種類いるよみたいな。まあ、これもね本当はねこんなサクサク見せるようなもんでもないんですけれども、あとはちょっとリザードンとか、ここら辺もかぶりの高額カードかな。マリのプライド何枚やんの俺、みたいなのとか、あとはほらオリパで当たったサナとか、リザードンのこれ2枚目なんだよね、プロモ SR 争奪戦のやつなんで、これもかなりお高いやつとか、アローラ仲間たちとかね、ちょっと高いカードとかはいつどこにどうやってしまおうかなって考えながらここに入れてしまってるみたいな、そんな、感じですね。はい、さらにさらに、はい、続きまして、ソード&シールドのスペシャルアート版、まあ、一撃連撃から始まったんで、そっから、まあ、一応この空きがあるところ以外は
全種類、あ、キャラクタースーパーレイも入ってるけどね、 VMAX クライマックスのみたいな感じで、ここら辺までちょっと最近のはまだ、変えてないんですけど、どっかで買おうと思っていたり、こっちがピカチュウですね。あ、つか今更だけど、俺が使ってるのはアルティメットガードさんで、これ Amazon で買えるやつなんだけど、最近ちょっと高くなってるかもしれないけど、これはね、かなり横入れするんでカードが出づらいんですよ。だからそれで使ってるみたいな、そんな感じですね。これはピカチュウを雑にいろんな感じで入れてるみたいなファイルになりますね。はいはい。あ、ここら辺多分ね、結構なかなか素晴らしい、ピカチュウたちですね。はい、その後ピカチュウがあったり、はい、あ、コロコロコミックのピカチュウも4つ買ってるんで、それだけかな。はい、みたいな感じで、これはなんだ、あ、これ GX とかだ、 GX とかのか、あ、待って、でも GX 以外は絶対あるはずだぞ。なんか結構あるわ、ダブリのカードをなんか昔適当に入れてたやつみたいな、そんな感じですね。あー、ハイシューネットのルートラリアとかある、はい、みたいな感じで、ちょっとここら辺のファイルもね、いつか整理したいなとは思ってるんですけど、まだできてないですね。で、こっちのトシアンの方が、ちゃんとファイリングしてる、ソード&シールドのサポート全種類、ちょっとモミデッキに使ってるんで、キバナもデッキに使ってるんで今ないですけど、基本的には SR、HR、そしてウルトラレア、ここら辺もちょっとあれだな、多分あのアーマーガーデッキ使ってるから、あ、ちょっと抜けがあるけど、基本的には全部、ここにもエネルギーあった、みたいな、そんな感じですね。はい、ということで、これで、コレクションファイルはすごい怒涛の勢いで紹介しましたが全部です。最後にここが、めちゃくちゃ汚いんですけれども、ポケモンカードが、あるやつですね。あの、さっきも言った通り、サン&ムーンの ポケモンカードたちが、大量に眠っております。これをどうすればいいかはトリピーさんはまだ保留中です。ここ普通にダブルレアとかトリプルレアとかもあるんで、多分探したら SR とかも出てくるんですよね。なんかもうあんま見せたくないけど、やべえことになってんだよな、これは。 あとこれ上ちょっと整理しました。これ空箱とか置いてたんですけど、これも全部未開封ボックスになりました。これが全部未開封ボックスです。あとはこんな感じのね、前も見せたけどパーフェクトサイズのスリーブスね、これをよく使ってます。はい、ということで今回はこれにて動画を終了したいと思います。以上がトリッピーさんのポケモンカードの全てってわけじゃないと思うんですけれども、大体全てです。お疲れ様です。ノーマルカードを綺麗に並べてたのはかなり偉いでしょ。それだけです、伝えたかったのは。